前はもう融資しねえぞ。アッパホテルですね。アッパフミコ。またお前か。アッパホテル。ということで早速、小池さんに会いに行きたいと。初日はホテルに泊まりました。ここいいホテルで有名なんですが、変な噂を聞いたんですよ。それは何かというと、お、誰かいる。出てこい。誰だお前は。どうも、スニーカーカマキリでーす。お前の顔もスニーカーにしちゃうよー。お腹減ってるんすよね。買ってきたものがあるんすよ。こちら見てください。かわいい方ですよねー。食べちゃいたいぐらいですね。自分この人になら初めてを奪われてもいいかも。私はあなたなんて嫌やわ。な、変態痛い。殴ってね。お前はもう勇者しねえぞ。こうして私とアパさんは結婚いたします。こうしてる間にもお腹がスクースクー言ってるんで、ちょっくらアパカレーさんを作っていきたいと思います。完成。スナックソイレブン、今日の格言、カレーは飲み物だ。いただきます。アイシー。絶対中ね、ここら辺に汁ついとるやつ。やっぱこういうのもったいないですからね。ちょっとだけでも舐めてくら。あ、なんか。エアコン、あくん。ごちそうさまでした。あれから3、4時間ほど運転して、こちら山口県の防府市に着きました。今日は近くにホテルを取ったのでね、休んで明日に備えようと思います。はい、ということでホテルに到着いたしました。泊まってるホテルがですね、こちらアパホテルですね。おう、ふみこ、久しぶり。わっさーまいめー。えい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 。見てください、無料朝食のご案内。バカやだー、全部食べちゃおうっと。あー、朝日ビアール。無料でもらいまして、こういう高級そうなビールはゆっくりいただこうと思います。うん。なんとここのホテル、妖怪が住み着いてると噂をお聞きしまして、気をつけて過ごそうと思います。なんや今の音。隠れてるな、出てこい。どうも、新手の電車で痴漢プレイ男です。そうだったのか。女性のパンティーより布面積が小さいものをスキャンティーと言うらしいですね。さすが課長さんですね。もう一回チューちゃお。今日は温泉の方に行こうと思います。金太郎温泉、疲れが取れそうで楽しみです。温泉に行ってから今日はもうホテルに帰ろうと思います。はい、ということでホテルに到着いたしました。いいホテルだな。アッパフミコ。お前かい。明日早いんでね、今日はこれにて寝ようと思います。次なる観光スポットに到着いたしました。おお、ここエジプト？ということでホテルに向かいます。ホテルに到着いたしました。こんな感じですね。はい。いや、ここどこのホテルなんでしょうかね。わかりやすいもんないかな、近くに。またお前かい。はい、今日も早めに寝ようと思います。では皆様、おやすみ。ミートソーススパゲッティ、鼻に直通。気持ちいい。ボートレースとパチンコ店があるんや。激滅揃ってる。これが鹿児島名物やね。いいもん見れたわ。ということで、ホテルの方に到着いたしました。ホテルはこちら！アッパーホテル。ってことは、またおるよね、あのおばちゃん。なんでおらんの？あの表紙を見ながら、人望コキコキすんのがよかったのに。この二人の愛、重い。お前ら、残業の時間だ。夜景も見れたし、ホテルに向かいます。今日泊まるお手が、こちら！アッパーホテル。見てください。ついに僕と出会ってしまったね。テレビでも見るか。ルーレットで見るやつ決めようかな。これにしようかな。えの神様の言うと、アダルトか。今日はアダルトコースを見てから寝ようと思います。